はいはい、今日はですね、焼きそばの方をね、使って、まあ、行くんですけど、消費期限がね、だいぶ厳しいことになる。賞味かな？賞味だ。なので、ただただ焼きそばを3食分作るんだと面白くないので、1食分だけね、ちょっとアレンジの方を加えてやっていきたいと思います。まあ、タイトル通りです。まずですね、そのアレンジの方の用意だけ軽くしておきたいと思います。ガーナチョコ、はいです。このボトルのやつね、結構好きなんですけど、好きで買うんだけど、あんま食べるタイミングがないっていう。あんまね、お菓子を食べないんだよね。だから、買って困るっていう。で、それから、残っている、生クリームですね。多分これを入れると、いい感じになるのではないかと見込んでいる。実際にソースとして使うので、焼きそばを作ってからその一部を和えるみたいな感じでやっていきたいと思いますので、あとはこれレンジするだけですけど、一旦溶かしますね。さて、で焼きそばを作っていくんですが、具材のドラフトをやんないとな。野菜の方から炒めていっちゃいます。はい、ということで、焼きそばの方出来上がって、チョコレートソースですね、さっきの生クリームの量に出来上がってから牛乳を一回しくらい入れたらいい感じな、こんな感じの液体になりました。うまい。ってことで、皆さんが気になるのはこれとこれを合わせたらどうなるかだと思うので、早速やっていきましょう。純粋に、ね、焼きそばの味とどうかという比較をまずしたいので、はい、こんな感じでチョコレートソースがいっぱい入ってるんですけど、インうーほほほほ、いただきます。すごいなんか率直な感想で言うと、いける いって言っちゃった。確かにチョコも甘いんだけど、焼きそばソース自体も若干甘めな味わいではあるじゃないですか。その味わいがいい感じに、なんだろう、重なって、これもうちょいなんか味が薄かったらコクが深まったような感じになると思う。なんだろう、普通にいけちゃうのが悔しいな。チョコを2粒とか3粒くらいの少ない量で、でミルクとかいっぱいね入れてあげて、実際に炒めてあげると結構ねいい味わいになるんじゃないかと思う。全然ね悪くない。多分好き好みにもよるんだろうけど、自分としてはね全然いきます。甘党だからな。なんか こんなに作んなくてはいいから。ちょっとだけなんか試しにやってみると味変でね面白いかもしれないけど、ぜひとは言わないけど、なんか機会があったらやってみてください。てなわけで、はい。